どうな方ってください。さあ、今日も早速参りましょう。エクストリーム文学、坊っちゃん編 <laughs> 無鉄砲さあ、やってまいりました。夏目漱石の坊っちゃんね、文学シリーズが戻ってまいりましたよ、皆さん。ねえ。いや、このね、坊っちゃん。もう、知らない人いないですね。もう、教科書にも載る。もう、夏目漱石といえば坊っちゃん。で、愛媛といえば坊っちゃん。もう、とにかく、日本に愛されている文学の代表格。それが坊っちゃんなわけですね。 この坊ちゃん、ね、恥ずかしながらちょっとごめんなさい読んだことないですっていう方やっぱ気になるよね坊っちゃんの話題にだけはならないでともうなんかみんな絶対読んでるはずみたいな前提で話されるから坊っちゃん読んでないこと責めないでっていう気持ち分かるしいや何か読んだよ部分的に教科書で何か読んだけど何か変なあだ名の先生が出てくる以外全く分かってないし何がそんなに良かったのか ピンと来ていませんっていう方、そういう皆さん、今日解決しますよ。坊ちゃんの話がどういうお話で、なんでそれがこんなにすごいのかっていうところまでね、ストーリーとその背景を解説させていただきます。はい。いや、中田、坊ちゃんね、なるほどね、と。ね、ああ、なるほど、ね。中田好きなんだ、坊ちゃん。いやいや、そうじゃないんですよ。なんと私、これもうはっきり言いましょう。初めて読みました。あの、 初めて読んだんですよ、私、坊ちゃんを。でね、正直ね、正直、今まあ、最近こう文学やってなかったから、文学やりたいなあなんって気持ちになってですね、本屋行った時にですね、あ、坊ちゃんか、まあ、もうドセンター中のドセンターだからちょっとやっとかなきゃなぁなんて思ったんですけど、正直ハードル低かった。期待してなかったのよ。いや、夏目漱石でしょ。もちろん心とか三四郎やったんですよね、これ YouTube 大学で。なんでそっちやったかっていうと、こっちの方が面白そうだって思ってたからなんですよ。 ね。だけど、坊っちゃん、めちゃくちゃ面白かった。正直、あ、これじゃんと。もう、だ、ザ、センターオブ夏目漱石、これかもしれない。いや、だってこれ、むちゃくちゃ面白いよって。僕ね、正直ね、これは、他の、いわゆる文豪が作った名作とも、全然雰囲気違いますから。シンプルに、超面白いです。これはね、もう本当に伝えたいなと思ったんで、今日やらせていただきます。まあ、面白いですよ。 この始まりね、最初、無鉄砲ってって始まりましたけど、最初の冒頭の一文有名ですよね。親譲りの無鉄砲で、子供の時から損ばかりしている。ほんとね、名作は一行目と最後がもうめちゃくちゃフォーカスされるし、まあ、どんぴしゃなね、あの、最初と最後っていうのが多いんですけど、この名作もですね、もう本当に、そんな作品。ドア玉のこの、親譲りの無鉄砲で、子供の頃から、子供の時から損ばかりしている。 これがいわゆるこの主人公、坊っちゃんの全てを言い表してるんですよ。ね。無鉄砲なんですって。で、それが親譲りなんですって。その上で子供の時からそれで損ばっかしてるんだという、言ったらですね、曲がったことが大嫌いな江戸っ子。それが主人公、坊っちゃんなんですね。これ主人公。 このね、江戸っ子っていう個性がむちゃくちゃ大事になってくるんで、頭にちょっとだけ入れといてください。ああ、なるほど。江戸っ子なんだ。てやんで、バローっていうね、あの江戸っ子のイメージ。ね。それの主人公なわけですね。そんな中ですね、冒頭は坊っちゃんが幼少期描かれます。はい。で、どんな家庭だったかというと、家庭はですね、まあ、裕福だったんですが、まあ、 うまくいってないんですね。家族の間に溝があるんですよ。この坊っちゃんはですね、あんまり、あんまり家族から愛されてなかったんですね。お父さんからもお母さんからも、そしてお兄さんからも愛されてなかった。どうして愛されてないのよ、と。 ね。これ実はですね、この坊ちゃん、かなり夏目漱石、実際の人物に近く描かれてます。だから自伝的小説なんですね。これ坊ちゃん、後に教師になっていくんですけども、この夏目漱石自体も、やはり教師をやってから、その後に小説家になるんですね。だからまあ、実体験が多いと。 で、この家庭環境もかなり自分の、お実際の家庭に近いんですね。実際の夏目漱石もですね、まあ、金之助という名前なんですけれども、これ漱石ペンネームですからね。その金之助はですね、あのー、5人兄弟の末っ子として生まれるんですね。それで、 なんだかわかんない。その時の時代でしょうかね。5人兄弟、ブラボーねカジサックさんですかみたいなね。カジサックファミリーですかっていう感じで、なんか小沢さん、最高、アットホームって感じに、我々今は思いますけれども、その頃はですね、なんかこう、産みすぎてるっていう、そのなんかその、恥ずかしいみたいな,な、なんかそういうカルチャーがあったらしいんですね。だからお母さんからも、あんまりの、望まない子供だったと。 いうふうに言われてるらしいんですね。で、子供の頃からですね、夏目漱石は結構親戚の家にですね、養子に出されたりとか、えー、ちょっと親との愛が希薄だったっていう形跡があるわけなんです。で、そんな、あ、坊ちゃんなんですね。じゃあ、坊っちゃんっていうのはなんで言われてんのね、お坊っちゃんってことお金持ちってこともちろんお金もね、もともと持ってる家だったんですが、むしろですね、この、坊っちゃんと呼んでくれたのは親ではなく、兄弟でもなく、 実はキヨ、これね、これまあキヨシっていう風に違うんです、キヨっていうねおばあさんなんですよ。これ実際の祖母ではなくて下女という風に書かれてます。下女、いやの下の女、下女。いやすごい肩書き、これ何ですか。 これ今言わないですよね。下女がいるんですよ。なんて。家に下女がいます。なんてね。下女って何なんだよ。虫です。何ですか下女って怖いんですけど。え、文字何ですか怖い。差別的なの怖いんですけど。これ何って。 時代ですね。実はですね、この本、むちゃくちゃ面白いのが、この、こういったですね、言葉、今はあんまり使われない言葉にですね、米印が打ってあって、ちゃんと解説がですね、後ろに結構分厚くあるんですね。その言葉をですね、見てみると面白いね。この下女っていうのは、その当時だから、まあお金持ちとかの家にですね、まあ住み込みとかで働いてた、まあ言ったらお手伝いさんとかメイドさん的な感じの役割の人なわけですよね。まあそれをただ、ね、まあ下女っていうのはちょっと、い言い方悪いんじゃない かなと思うけどまあ、その時代の言い方ですよ。結構、夏目漱石、インテリジェンスですよね。インテリなんですよ。三四郎とか心とかでもね、わかるより。すごくね、文体がインテリ。ね。もう本当に、あの、頭いいわけですよ。ね。帝国大学っていう感じですよね。そういう文体なんですが、あの、この坊ちゃんにおいては、もうちょっと荒々しいです。 この三四郎とか心でですね、あ、インテリだなって思った、この夏目漱石の印象とはまた違う、ちょっと江戸っ子で荒々しい言葉遣いも使われているので、まあ、こういうのとか、あと、ここには書かなかったけど、ちょっと差別的な用語とかもいっぱい、えー、含まれています。でも、それも含めて時代がわかりますね。そんな下女、企業というのはですね、どういう人かというとか、この文章の中に書いてあるんですね。画界によって霊落した。画界。 瓦がガーガラガラと崩れるように壊れる。画界によって冷落する。落ちぶれるってことですね。画界って何か実はこれ時代なんですよ。明治維新です。明治維新によって、このね、夏目漱石が生まれたのは1867年ですから、まさに一夜虚しき大政奉還。江戸の終わりの時に生まれたんですよ。もうミスター明治時代。 夏目漱石。ね。で、明治元年が翌年から始まるんですね。この大政奉還によって、江戸幕府は、没落するわけですよね。江戸側の言ったらお侍さんね。その旧幕臣側は没落した、いわゆるこの清というのは、旧幕臣サイドの、もともとはですね、お金持ちだった。 だから武家の娘だったんだろうと言われるわけですね。ところがこの大政奉還により瓦解し、霊悪した。それで今、この坊ちゃんの家の下場をしている。そんな。 おばあさんです。で、えー、いや、ぼっちゃん。この清がぼっちゃんって言ってくれるんですね。おぼっちゃんってね。すごい愛してくれるね。このね、ぼっちゃんに対しては親は冷たかった。だけど、早くにですね、お母さんが亡くなってしまうんですね。これ実際の夏目漱石もそうです。お母さんが早くに亡くなってしまう親の愛がない親父やお,お兄さんは全然ですね、こう愛してくれないんですね。お前はろくでもない人間になりそうだなんて親父がね、言ってきたりするんですよ。お前は バレンボーで無鉄砲だからああ、お前はなんかろくでもない人間になりそうだ。家に迷惑をかけるなよ、みたいなことを言われちゃうわけですね。そんな中ですね、この器用だけがですね、ぼっちゃん、ぼっちゃんってですね、呼んでですね、なんかお小遣いをこっそり渡してくれたりですね、あなたはすごくまっすぐな子。 言ってくれるんですね。あなたかわいそう。こんなに家でこんな目にあってでもね、あの、こっそりお菓子渡してあげるとね。あの、あの、あのね、差し入れでくれたのは何だろうってね、読んでたらですね、差し入れくれたんだっていうわけですね。清が差し入れくれるんだよってね。ね寝てるま、あの、なんかこうね、なんかこう寝てたんですよね。で、枕元にですね、あの、蕎麦湯をくれたっていうね、時代っていうね、あの、スナック菓子とかじゃない、蕎麦湯くれる。蕎麦湯ってあの、蕎麦食いに行った、あの、なあの、 流れで飲むもんじゃないんですかって、その、おやつ代わりにくれるもんなんだ、時代ですね。蕎麦湯がくれたこともあるんだぜ清が。なんて言ってですね。清が優しいわけですよ。で、坊ちゃん、あなた絶対出世するって言うんですね。ね、この家の中でも一番あなたまっすぐな気持ち持ってるから、あなた絶対出世する。ね、あなた絶対将来は、 玄関付きの家に住むよ、時代ですね。玄関が付いてる。だから和式の子ね、こうなんか日本家屋があるわけじゃないですか。そういう立派なお屋敷に住むようになるよ、きっとあなたは、なんつってねで。あの、あの、自家用車に乗ったりね、そんなすごい人になるはず、なんていうわけですよ。ね。だから、清、えー、だけはですね、坊っちゃんを信じてるんですね。で、まっすぐだね、なんて言うとですね、この坊っちゃんはですね、まあその江戸古気質ですから、しかもまあ褒められてないので、周りからね。 あの、もう、そんなお世辞言うんじゃねえよ、清なんて言うわけですね。そんなお世辞言うんじゃねえよ、清ってですね。ほら、そういうところがまっすぐなんですなんて言ってですね、清と坊ちゃん、相思相愛なわけですよね。えー、まあ、相思相愛というか、まあ、その坊ちゃん自体はあんまりその愛情に対して、まあ、照れくさいというか、あんま受け止められない気持ちもあったんですけど、まあ、清はもう続行ですよ。 清音もとにかくこの子可愛い,い坊ちゃん可愛い,いなんて言ってる。だけど、親父さんも死んじゃうんですね。親父さんも死んで、いよいよですね。まあ、家がバラバラになると。で、まあ,あ,あ、兄貴は兄貴でね、よその地方に行って仕事する。まあ、その遺産をですね、分割して、じゃあこれぐらいの金お前に渡すからっ,って、兄貴から渡されたお金。じゃこれ、清、清の分はこれぐらいっていうね、ちょっとしたお金。で、清をですね、まあ、清ももう家がなくなるわけですから、もう置いてもらえないんですね。 えー、私は、なんつってね。企業大丈夫かなんですね。その坊ちゃん言うわけなんですけど。 で、もう今から新しい家にあのお世話になるのももう怖いので、っつってね。あのもう長らくこの家に勤めてたのでね。もう新しい家にこれからあのお世話になるのもちょっと気兼ねするんで、ちょっととりあえず甥っ子の方行きますみたいなね。とりあえず甥っ子がいるんでね。その甥っ子のところにね、お世話になるというね。そういうことなんでね。そんな中ですね、坊ちゃんはですね、あの、仕事がね、あの、見つかるんですね。それが愛媛の中学校にですね、教師として。 えー、不任するという、数学教師として不任するという、これ実際にこの夏目漱石もですね、東京からこの松山愛媛のですね、あの、中学校にね、不任することになるんですね。だから全く同じなわけですよ。その流れはね。はい。で、俺、愛媛行くんだよ。キヨ。なんて言ったらですね、えー、愛媛、どこですかそれ。とか言って、でも分かんないです。木はね、あの、この、坊ちゃん言うわけですね。学のない。 学のないばあさんなんだっていうんですね。この時の学のないっていのも時代なんですよ。実は明治以降ですね。あの新しい学校システムができて、小学校、中学校とかそういうのができたわけです。なので、それまでの、いわゆる武家の女性。 というのは、あんまりちゃんとした、その近代的な学校制度という中で学校を学んでないんですね。別にねじ、女性はそんな別に学問しなくてもいいだろうなんて言われる、いわゆる武家のね、そのまあ、いわゆる古いカルチャーがあったもんですから、文字か、文字もね、ひらがなしか書けないんですね。でえ、場所もですね、この江戸から出たことがないみたいなね。えですから、あの、愛媛に行くんだぜ、なんて言ってもですね、それは箱根より先ですかなんてね、<laughs> 言うてね、いや、箱根より先って箱根よりもだいぶ先。 気を分かってねえなこのもう、まあ、しょうがねえ額がねえからな」なんて言ってですね「あの行くわけですねで待ってろよ」なんて言って「私待ってます」とかね「まあ、あの坊ちゃんにつかねきっと出世して大きいお宅をね作ります」「そしてあのいいお,お嫁さんもらいますそしたら木を置いてくださいねあの待ってますから」って言って、ね、あのあの下女ずっと待つというね下女をお,おいの家で待つって私を置いてくださいっていうね時代ですね。 はい。なかなかないですけどね。で、そんな中でですね、木を置いてですね。まあ、もうね、もう家族もね、あの、お、お、父親も母親もいないですから。で、兄弟も別のとこで働いて、音信不通というか、まあ、疎遠ですから。もう単身乗り込むわけですよ。愛媛の中学校にね。そしたら、その中学校が、キャラ祭りだったっていう話なんですね。キャラ祭り始まるんですよ。で、おい、なんだこのか、まずですね、あの、もう、超失礼です、坊っちゃん。あの、もう、根っからの江戸っ子なんで、田舎めちゃくちゃ馬鹿にしてるんですよ。 なんだこの愛媛。うわ、田舎だなみたいな感じで、マジで舐めた感じで入るわけですよ。そんな中で、田舎の学校かみたいな感じで行ってですね、その職員室に回るんですね。そしたらですね、向こうも、要するに東京から来たやつっていうことで、やっぱちょっと警戒心あるわけじゃないですか。だからね、チクチク言われながらも、まあ、全員にですね、挨拶回りに行きなさいなって言ってですね、まず出会うのがこのね、タヌキっていうね、校長ですね。もう、あの、もう、ただのタヌキ親父です。はい。 君はこの事例を持ってみんなのところに挨拶に行きなさいとかね。いや、邪魔だな、おいなんでみんなのところ挨拶行かなきゃいけないんですかね、うん、そんなの張っつけときはいいでしょ、とか言いながらですねまあ、ぶつく言いながらみんなのところもあるんですねそしたらですね、いろんな奴に会うわけですよまずは、あの声がでかいね。 アッハはハっハハハて笑う。山嵐ってやつですね。ワイルドな感じなんですね。アッハハハハハ。山嵐ですね。山嵐。こいつは元気なやつだなって思いました。で、この山嵐っていうのは同じ数学科の教師なんですね。君も数学科って言ってですねあ。じゃあ分からないことがあったら、この私に聞くといいよ。アッハハハハっていうこの山嵐ですね。ああ、山嵐か。声がでかくてなんか山嵐っぽいな。山嵐ってね。 こわーってありますよね。で、そんな中ですね、他のやつもいるんですね。で、あの、校長の次にですね、この山嵐、その後、赤シャツってのが来るんですね。この赤シャツがすごいんですよ。教頭なんですよ。で、赤いシャツピッチー来てるんですね。パッチーって,って、こいつがですね、あの、めちゃくちゃ嫌味ないやつなんですよ。だから、 ハゲてて、太ってて、タヌキみたいな校長と、嫌味な教頭ってよく、漫画とかアニメで、なんかステレオタイプな昔のね、その学校の婦人フォーメーションであるでしょそれの大元、おそらくここなんですよ。ね。もう、タヌキ、タヌキはでしょね。君、事例を持ってもあれのさわいなんて言ってですね、なんでだいめんどくせえなっていうタヌキ、この校長。ね。これと、あ、ほほほほほほほ、こ 口癖が、お、ほ、ほ、ほ,ほ、なんですよ。ほ、ほ,ほ、ほって笑う、インテリメイターですね。この赤いシャツ、赤いシャツ着てるんですよ。信じられますか学校の先生が真っ赤なシャツ着てるんですよ。ピーンって立っててね。<laughs> 君があ新しく来た。わ <laughs> かりました。なんて言うとですね、なんかセリフはですね、ものすごい柔らかくて、知的な感じがするんだけど、妙に嫌味だなっていう赤シャツ。 で、その赤シャツにですね、ピッ 二人すりつくようにですね、美術教師がいるんですね。そいつがですね、野太鼓って言うんですね。これ、全部あだ名をですね、これ、坊ちゃんつけるわけですよね。こいつはね、あの、こいつはタヌキだ。こいつは山嵐だ。こいつは池ケスカネ教徒赤シャツだ。どんどんあだ名つけていくんですよ。そんな赤シャツの隣にいる野太鼓。この野太鼓って、今のね、皆さんちょっと感覚でないと思うんですけど、落語とかでよく出てくる言葉なんですよ。いわゆる太鼓持ち、ね。太鼓持ちの、いわゆるその、江戸によくいたですね、 この芸人芸人,あの芸人さんでもいろんな芸人さんいるんですよ、本当にね。その、いわゆるテレビで活躍してるスター芸人もいれば、なんかあ怪しげな社長のですね、パーティーに呼ばれてすぐ行って、なんかこう芸能人紹介したりですね、なんかちょっと面白いこと言ったり合コンしきったりするタイプの、ま、怪しげな芸人さんってのがいるんですよ。 これ今でもいる、これはね。怪しげな芸人っているんだけど、そういう芸人を野太鼓ってこ、このあの、江戸の頃は言ってたわけですよ。 要するに、口が上手くて、権力者に取り入って、なんかですね、すり寄るタイプの、なんかまあそういう太鼓持ち。太鼓持ちの中でも、偉い人に本当についている、ちょっと高貴な太鼓持ちじゃなくて、野太鼓。要するに、無理するあの、ね、野良犬のような、野良の太鼓持ちって感じですね。だから、めちゃくちゃ、あの、悪口です。 はい。要するに、ね、あのー、クソコシギンチャクみたいな名前ですね。<laughs> クソコシギンチャクと、いけすかねのあのー、あの赤いシャツやろうっていう。そういうことですね。まあ、その、まあ、なかなか赤いシャツ着れないですよね。ピッシーン赤いシャツ着て、おほほ,ほほほって言ってるやつの隣ですね、こいつがですね、そう、そうでいいですかこれね、口癖が本当にゲスなんですよ。あの、口癖がゲもうだから完全漫画なんですよ。めちゃくちゃコミック的な、 あの、キャラク、祭りで、なんかね、雰囲気的に言うとね、半沢直樹です。半沢直樹って、すっごい濃いキャラクターのキャラ祭りで、顔芸祭りって言われるじゃないですか。しかも、嫌なやつがほとんどなんですよね。それの、今回は、ラスボスがこの赤シャツです。タヌキは何もしません。この赤シャツが超嫌で、その子分が野太鼓です。はい。そうでいいんですか、らみたいな。 共闘の言うことを聞いてたら大体大丈夫ですとかね、<laughs> そういう奴が野大子でいるんですね。この学校やだな。そしたらですね、向こうにね、ですね、あの、占り。これ占りっていうことがあるんですけど、これはね。 要するに、茄子とか、そういう野菜とかでですね、鶴の端っこの方の先端になってる、だから、根っこから遠いところになる茄子とか、そういう時に、成りの茄子だとか、成りのカボチャだっていうんですね。要するに、栄養分が足りてない。まあ、青病感みたいな、そういうですね、青白くて栄養なさそうなやつっていうのは、成りくん。あいつ成りくん、青白い英語教師いたんですね。成りくんっていう。よろしくお願いします。 よろしくお願いします。裏なりくん。だから、もう本当にザキャラクターです。あはは。よろしく山嵐。ほほほほ。よろしくお願いしますね。赤シャツ。京都の言う通りです。野大子。そして、よろしくお願いします。裏なりっていう、この、この状態で、なんだこの学校。こんなとこに来たのかっつって、こいつにはこんなあだ名をつけましたっていうのですね。手紙を器用に送るんですね。 で、清からですね、そんな風なあだ名をつけると、坊ちゃん、あの、トラブルのもとですから、私以外にはそのあだ名で言わない方がいいですよ、とかって、ね、手紙が返ってきたりしてですね、そういうことから始まるんですね。で、まあ、変な先生だけならまだしも、生徒にもですね、いろいろですね、問題児がいっぱいあるんですね。 はい。基本的にはこの先生間でのも問題、トラブルがこの話の筋なんですが、生徒はですね、まあ、集団で嫌がらせしてくるんですよ。ね。どんな嫌がらせというか、まあ、まず軽いものから、軽いものから言うと、もうね、田舎来たなーってね。 で、まあ、その授業をやってこんなもんかな、とか言ってね。これで良かったのかな、とかね。言いながらですね。まあ、あ、でも授業中もね、変な生徒とかいるんですよ。なんかね。あの、わざと難しい問題を聞いてきて、あの先生が、いや、これはちょっとわからないって言ったら笑うとかね。そういう先生がいたりとか、帰り道までですね、こう、じっくりですね、こう、あのよそ者の教師どこ行くんだろうって、見る生徒とかいるんですよ。で、そんな中ですね、あの、ぼっちゃんはですね、あの、蕎麦屋が好きなんですね。江戸っ子ですから。 お、蕎麦屋あるじゃねえかよ。まあなあ、まあ正直、ここが一番のな、歓楽街というか、あの、にぎわってる店あ苦手、わって大通りだって言うから来てみたけどよ。こんなの、あの江戸、東京で言うと、神楽坂よりもだいぶ狭いぞって。だいぶ狭い。神楽坂のパチモンみたいな通りじゃねえか、これ。これが、愛媛の一番でかいところかとか言いなら、お、蕎麦屋あんじゃねえかとか言って、麦ば入るんですね。 そしてらね、生徒がいるんですね。お、生徒いるなぁ、まあ、狭いんですよ。で、要するにね、もう、ぼっちゃんで、どこ行っても誰かに会うっていうのがありますね。どこ行っても誰かに会うんですけど、蕎麦屋で、ね、蕎麦食ってるんですね。そしたら、ね、天ぷら蕎麦が出てきて、うまいなぁと。うまい、うまい。で、ね、その、遺産の金もちょっとありますからね。えー、ちょっとケーキ漬けに、も天ぷら蕎麦いっぱい食っちゃおうってですね、4杯食っちゃったんですねあ。4杯食ったんです。それを生徒が見てたんですね、ずっとね。あの先生、せ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 、ね、せ、ね、 でっかくね、あの天ぷら先生って書いてあるんですね。おい、誰だこいつ、こく、くだらねえの書いたの、これ誰だ、おい、とか言ったらですね、けた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 、みたいな。けた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 ,みたいな。天ぷら先生ってなんだ、お前。って言ってね。いや、天ぷら食ってましたよね、とか言ってね。天ぷら食っちゃ悪いのか、このろう、とか言ってね。 天ぷら食っちゃ悪いのかっていうか、食べすぎじゃないですか食べすぎたらダメなのかお俺の金で俺が天ぷら奏を食ってんだ。何が悪いんだよとかってね。消すんですね。で、次の授業で教室移動するんですね。そして二つ目の教室にもですね、えー、天ぷら先生って書いてあるんですね。お前ら何なんだお前学年中で何,何なんだお前ら。天ぷら、天ぷらってお前ってね。天ぷら、あの、天ぷら、天ぷらって言って、そんな怒る先生からは学びたくないなとかね。いや、いろんなやじ飛ばされてですね。しつこいんですね。毎授業毎授業天ぷら先生って言われてですね。あなんだこいつら かわいくもねえし、なんだこいつら。あの愛媛のこいつらとかってですね、すげえ腹立つんですね。で、そんなですね、この坊ちゃんがですね、ストレスを発散できるのはですね、道後温泉ですよ。愛媛といえばあのね、もう道後温泉。愛媛は気に食わねえし、もう気持ち悪いや先生と、もうアホみたいな生徒しかいない、もうクソい舎だけど、道後温泉はいい はまるんですね。道後温泉毎日行くんですね。毎日赤いですね、あの、こうね、タオルを持ってですね、手拭い持ってですね、行くんですね。で、もう毎日入るんですよ。毎日温泉入って、これを毎日入れるって。ここだけは素晴らしいって,ってね。で、たまにですね、こう、おっ、つってね、今日いないな、っつってね、すごいこう、大浴場でですね、一人しかいなかった時にですね、泳いでみたらしいんですね。これ泳げるな、と思ってね。そして翌日行ったらですね、そこにですね、あの、泳ぐべからずって書いてあってですね、 なんか誰か見てたっぽいと。<laughs> しかもですね、その、また教室に行ったらですね、あの、泳ぐべからずみたいなね。誰が見てんだみたいな。 で、このちっちゃい町何やってもずっと見てんだ。天ぷら食ったら天ぷら先生。赤い手ぬぐいで行ったら赤い手ぬぐいで行ったとか言ってて。で、風呂入って泳いだら泳ぐべからって。うん、看板にもこっちにもこうやって。もうずーっと俺のこと見てやがって。こいつら腹立つなーとか言ってですね。もうずーっと生徒と愛入れないんですね。そんな中事件が起きるんですよ。それが、あの、宿直っていうね。要するにその学校に一晩、その先生が当番で、あの、止まんなきゃいけないっていうね。で、これもね、要するにタヌキと赤シャツ。 校長と教頭だけは当番やんなくていいっていうシステムがあって、いや、それがなんでなんだよって、ね。なんでなんで、なんでタウン赤札はい、いいんだよえ。おかしいだろとかって。俺らより給料もらってるくせになんであいつらはちゃんと働かねえんだ。で、言うんだけど、まあまあとかね、山原に相談したら、まあまあまあとか言われてですね、まあまあそういうもんだろう、みたいなね。うん。Might is right man だよ、ね。Might is right.、ね、力は正しい。権力は正義。 いや、俺はそう思わねえよとか言いながらですね。まあ、宿直、いやいややるんですね。だけどね、つまんなって思うんですね。あの、教師、教師エグすぎないって。だって、授業をやるでしょその間もなんか授業の合間も準備しなきゃいけないし、で、放課後もなんか掃除とかのチェックしなきゃいけないし、そんでもって、ま、宿直もやんなきゃいけないのか。何すんだよ、宿直って。なんで学校に泊まんなきゃいけないの何の、何の行動なんだっつってですね。ちょっと気になる、もう、ちょっとめんどくせえなと思って、 ちょっと、ちょっと抜けるのはいいだろうと。この懲役じゃねえんだからよ、つってですね。あのー、温泉行っちゃうんですね。<laughs> あの、夕方一回温泉行っちゃうんですね。ちょっと、あー、つってね。したらですね、あのー、温泉行く途中ですね、赤い手ぬぐい持ってですね、あのー、学校の人にはね、ちょっと出ますんで、ちょっと出ますんでね、とか言ってね、温泉にちょっと行くね。まあ、一風呂浴びるぐらいだからちょうどいいだろう、まぁ。江戸っ子はも、ま、う、あ、風呂浴びなきゃしょうがねえんだよ、とか言ってですね、えー、行ったらですね、その温泉行く途中でですね、タヌキに会っちゃうんですね。あれなんて言 ちょっと今日宿直じゃありませんでしたかとか言われてですね、ありませんでしたかって、宿直ですよ。そうですよ。だからこれ、風呂入って、その後戻って止まりますから。止まればいいんでしょとか言ってですね。それで、あの、無理やりってですね、あの、目つけられながらも宿直やるで、ね。で、あの、帰って止まるんですね。そこはその止まる夜に事件がある。それが生徒たちの嫌がらせなんですね。なんだかうるさいんですよ。 わーとか言ってね。わーガヤ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 してんぞ、宿直室の周りで。で、宿直室のですね、なんか、2階かなんかをですね、ひたすらですね、どん,ど,んどこどんどこ大騒ぎしてるんですね。寝、ね、寝かせんねえんすよ。ポンゴン、なんだと。なんか集団が周りにいるぞ。見たらですね、50人ぐらいの生徒が、もう、もう結託して、この坊ちゃんが寝てる部屋の周りで大騒ぎしてるんですね。わーとか言ってですね。 で,で、それがですね、こう見えたからこう真っ暗の中ですね、何だこんな世の中になんだ、大騒ぎフェスか、これ何なんだってお前らお前何騒いでんだって暗闇だから当たってですねいっ何か置いてあるいっけとか言ってですねそしたらまたこっちで、うわーとって,てめえなんだこの野郎とか言ってですねお前ら何な,なんだこの大騒ぎはとか言って大騒ぎしてそれでその中の1人の生徒とっつめてです、ね、おい、お前こらはとか言ってお前、何でこんなことするんだよとか言って。 知らん知らんとか言って、お前、お前かお前らの主犯格は誰だーとかで大騒ぎしてですね。それで、あの、それ自体をですね、翌日ですね、校長に訴えたわけですよ。どうなってんすか、これって寝れてませんよ数十でこんなんだったらボンゴス、ボンゴスやって。それでなんかもうとっちめたらもう知らんとか言って、これ問題でしょうこれ。こんなののさばらすっていいんすかいやーとか言って。 まあ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 、落ち着いてくださいよ」なんて言われて校長に言われてですねで落ち着けないですよないでしょう寝てる時にこんななんか上からドンドンドンで見たら23人かなと思ったら50人いたんですよあっちで大騒ぎしてこっち行ったらなんか仕掛けられてバンなんてケガして見てください腫れてるんですよもうこんなぬるぬるしてんなと思ったら血ですよもう分かんないでもそしたらこっちでもうなんか大騒ぎなんすかあんなののさばらしちゃダメですよこの学校いえなくなりますよこの学校ってねこれ大問題にしてねこっちまでやれんですよあんな しこだまってつってね。まあ、とか言って。会議しましょうとか言ってですね、会議になるんですね。それでですね、何が会議だよってね。会議じゃねえだろう、お50人かこんなことやってんだぞ。校長が、てめえら、この全員出てこい、この野郎って言って、俺が見た顔のやつらから話聞いてさ、で、とっちめて、でまあ、定額なり何なりさせりゃいいじゃねえか。それが何か会議しましょうじゃねえよとか言って。まあ、でも結果決まってるからよとまあ一応出るけどよつって出てさ。うん じゃあ会議始めます。と言ってですね。いや、まずですね。と言って、このタヌキがですね。まず、森林の、この坊ちゃん先生がですね、宿直の間に大騒ぎでなんか揉めて怪我までしてしまったという問題が起きたことについて、えー、私自身は校長としても、えー、責任の一端を感じている次第ではあります。周、ま、り、あ、くでえな。周、ま、り、あ、くで責任の一端なんてねえんだよ。あの生徒がバカなんだよ。 何なんだよ、教頭はと思ったらですねそうですねですがこの問題は <laughs> もちろん大きな問題にするべきではないと私は思いますよそうですよねだってもちろん生徒側にも問題はありますがそんな生徒を作ってしまっている学校の問題を問いただされた場合それは 総法にとって。損失だからです。損 <laughs> 失じゃねえよ。なんだよ。俺何もしてねえんだぞ。俺、赴任して2週間で、なんかどんどこどんどこやられて、まだ怪我までしてんだからよ。なんだよ。って言って。それで問題にしたくない雰囲気になるんですね。校長と教頭が。これはなんか内密に収め、内々収めましょう。みたいな感じになってですね。それに対しては、野大子もですね。えー、私からもよろしいですかねとか言ってですね。なんだ野大子って。私は、 言いたいことがありますなんだよ、はっきり言わせていただきやす校長先生と教頭先生の意見に全く賛成でございますお前、座ってるよお前、座ってるお前、賛成をそんなに言うなっていうねそんな、なんか山嵐が立ち上がるんですねちょっと待ってくださいよいや、あのね、いやちもちろんねあのー、教頭先生の校長先生の言う方もわかりますでもね、私は その方針には反対ですよ。ね、山梨言うんですよ。お、言ってくれた。ね。山梨言ってくれた。ね。だって、そうでしょまあ、そのね、その、この坊ちゃん先生に、なんか問題点があった、落ち度があったって言うんならね、それはもちろんその、痛み分けでいいですよ。でも、この坊ちゃん先生、不妊指摘すぐじゃないですか。それでこんなひどい目に、しかも50人ぐらいがやってるって言うんですから、そんなことをね、 これ、両成敗にしてたら、これ学校がね、なんて言われるか分かりませんよ。とか言ってですね、こいつ結構ちゃんと言ってくれたよって。だから山嵐はですね、味方だってことを判明するんですね。味方かもしんない。味方かもしんない。思うんですね。なので、この学校のですね、要するに、生徒はですね、暴れてて、レベルが低い。そんな中ですね、赤シャツの太鼓、たぬきはですね、 まあ別に自分関係ないから問題にしたくない。いわゆるだろら、まあそういうね、もう学校のいわゆるね、嫌なやつ。で、そんな中山嵐だけはちゃんとしたこと言ってくれてるんですね。はい。山嵐だけは、ね。で、一応、一応の体裁として、その生徒たちにですね、軽い処分が下されるんですが、納得いかないんですね。坊ちゃん先生としてはね。なんでこんな軽い処分済むんだよ、なんていう中ですね。 中、山嵐ちゃんとしてるかも。ね、こいつらいけすかねえななんて思ってる中ですね。その赤シャツからですね、一回誘いが来るんですね。坊 <laughs> ぼっちゃん先生、釣りとかを好きですかとか言ってですね、釣りですか <laughs> 東京ではそういうのあんまりしない。ここでしない、いかねえって言うと、 あ江戸っ子は釣れねえみたいな。なんか釣りが下手だから、誘い断ったみたいなのでも嫌だし、あの、そしたらさ、なんかいろいろ言いふらされそうじゃんあ。なんか釣れないからって言って、なんか逃げましたよとか言われても嫌だから、もう、釣ってやるよってってね。あ、行きますよ。釣り好きです。なんてね、言ってね。あのー、苦手だからこそ行ってみるってなってみたんですね。そしたらその野大工もついてくるんですね。野大工もね。当然のようにね。 こちら的ですとか言ってですね、あの、あの船に乗せるわけですね。で、全員で釣るんですね。で、釣り竿どこですかなんて言ったらですね、これは釣りは使わないんで,ですよとか言ってね、これは糸でやるんで,ですとか言ってですね、糸をですね、巻きつけてこう、釣るっていうね、それでこうね、こう釣らなきゃいけない。で、一生懸命釣ってみたけど、小魚しか釣れないな,とかな、なんてなってるんですね。でもまあなんか釣りをね、こう一、一生懸命やってるんですね。そんな中で、ボソ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 内緒話し始めるんですよ、船の端で。 読んどいて内緒話するんですよ。なん、な、なんなんさっきからコソコソ話してクスクス笑ってんすよ。ね。つ、釣りながらね。ん釣れねえな。なんだなんかコソコソ話してんならしいですよ。<laughs> <laughs> 本当ですかこうやってね、ずっとやってるんですね。なん <laughs> なんだよ、さっきからって。聞いたらですね、どうも、生徒の嫌がらせについての真相を語ってるんですよ。いや、だから、今回も、 あの、ホッタのやつがですね、先導してるんじゃないかって噂があるんですよと。またですか <laughs> これ、ホッタっていうのが山嵐なんですよ。ね。え待って、あの、あの元気な山嵐が生徒を消しかけたっつうのか確かに一番人望がある、山嵐は。だから生徒からは疲れてるけど、その生徒をあいつが動かしたっつうのか,だから作戦なんですよ。 こいつらのなんか嫌な、それ聞こえないように聞こえるように、どうやら山嵐が裏で糸を引いてるかもしれないですね、なんていう話を聞かせるための回だったんですよ。この釣り自体が。嫌なやつですよね。で、その上でですね、その、 あの島を見てればですねあの島はあーターナーの絵に出てきそうですねとか言ったらですねその美術教師ですかねの大工が「デゲスねデゲスね」とかねターナーって誰なんだよイギリスの画家なんですねだからそのインテリな会話と噂話とみたいなこいつらマジで嫌いだわ全然合わなかったと思いながら帰るわけですよでもこの山嵐への疑念っていうのはだんだん膨らんでくるんですねそんな中、か山嵐とトラブルになってしまうす それが下宿問題。ね。あのー、ぼっちゃんはですね、この愛媛に来てから下宿先でですね、下宿してたんですね。で、その下宿先っていうのは、この、山嵐が紹介してくれたんですよ。同じ数学教師なんで、いやいつまでも宿屋に滞在しててもダメでしょ。ね。だから、あの、下宿を紹介しますからとか言って、ね、山嵐が紹介してくれた下宿に行ってたんだけど、その下宿がね、結構ね、あのー、主人がね、変わった人なんですよ。骨董品が好きで、もう夜な夜な現れてはですね、この骨董いかがです いくらいくらで売りますよとかって言ってくるんだけどいやいらないっすよそんな骨董品いらないからとかってねもう夜な夜な骨董攻めに会うんだよなもう学校行ったら生徒が騒ぐしあの先生は変態ばっかりだしなんで家戻ってきたらもう骨董攻めに会うんだよんで骨董攻めってっていう下宿その下宿先からですね苦情が入ったって山嵐が言ってくるんですよ <laughs> ちょっとおっちゃん先生お問題ですよ何やってるんすかってえっなですか いや、あのね、下宿紹介したでしょ、僕。あの、紹介した下宿先のせ主人からですね、なんかもう最近、その坊ちゃん先生がね、ものすごい、欧米な態度で、奥さんをこき使い始めてるって主人のね、言う苦情がちゃんと入ってるんですよ、と言って。えこき使ってるって何ですかね。いや、もう俺の靴を脱がせろだのね。この服を洗っとけだのね。もうなんか、態度が悪くて、もうなんか問題だっつって。 これちょっともう問題ですよ坊ちゃん先生とか言って。いやいや、そんなことしてないのに。なんで、なんだこれ。よくわかんねえけど、で何なんですか。いや、いいっすよ、じゃあ。別に、なんか骨董背にずっと会ってたしいやいや。いやいや、いやいや、いやいや、じゃあいいっすわ、出ますわ、と思って。で、そこでですね、ちょっとね、あの、急に、その、情報が定かじゃないのに、自分を責めてきた山嵐とですね、揉めて、あの時は助けてくれたんですけれども、嫌だなって思ってですね、 あの、下宿も出ちゃうんですねで下宿出てもう破れかぶれですねもうちょっとどっか空いてるとこ探そうっつって実は江戸から明治へのに日本の転換を描いてるんですよこれが面白い江戸から明治どういうことそう江戸っ子なんですよつまりまさに江戸時代 vs 明治時代時代の変わり目に散っていった歯医者の美学だったんですよ。ウェブコミュニティプログレス